はい、皆さんこんにちは、えなです。今日はマグロセンターに来てます。後ろにすごいマグロたくさんいます。ここマグロ専門店ってことで、レナが多分食べたことないマグロがいっぱい出てくるところ。私なんか大体、お寿司とかでしか食べたことないから。そうだね、今日はさまざまなマグロの食べ方に初めて出会おうと思います。早速名物って書いてある。これが欲しいよ。おうまそう。なんかマグロセンター盛り5種類の刺身比べが。何それ。中落ち、これめっちゃうまいやつ。スプーンですくって食べる、マグロの骨と骨の間についたお肉を多分食べるやつ。楽しそ それも初めて見た。すごい、全部マグロでしょ。全部マグロです。マグロマグロマグロ。あ、カツオいた。カツオ、カツオはマグロじゃない。違う。シラスもマグロじゃない。レナ好きなシラスだ。あー、幸せ。お酒が来ました。見て、あれ、レナのお酒、タカのお酒。意外。レナ社長のレモンサワーが特大サイズになってる。でも安かったよ。どんどん飲んでになっておりますね。いや、480円でした。ベロベロになるでしょう。なるでしょう、はい、乾杯。さっぱり、めっちゃ美味しい。あ、なんか酸っぱすぎないし。大丈夫ですか。すっごい、めちゃめちゃ飲みやすい。飲めますか、この量。これ2、3杯ぐらい飲める。そうですか、よく言いました。皆さん、動画の最後まで見てみてください。2、3杯飲むのかどうか。レナも最近、なんか気づいたのが、私、お酒強くなってきたと思うよ。レナの酒の耐性がどんどん強くなってる。昔さ、1杯か2杯でもう飲めないって言ったのに、最近4杯、5杯いくからね。そうだね。しかも、これ4杯、5杯いったらもうえらいこっちゃだよ。いや、これはないでしょ。ちなみに見て。お通しも来ました。マグロのつみれ。これもなんか人生初な気がするよ。見てこれ、ふわふわ、おいしい。これすごい、お通しと思えない。めちゃくちゃいい香りする。だしめっちゃ効いてるよ、マグロの。さすが。で、見てみて、あそこ。なんかマグロの、ちょっと見に行ってみる。すごくない？マグロと背比べ。かこれ本マグロの大きさなのかな。レナの身長より圧倒的にでかいね。私160センチ。だから2メーター以上超えるマグロ、これを食べていきます。今日1個、そう、私は1個食べていいってこと。レナ社長の胃袋だったら1匹ぐらいいけるんちゃう。すごっ。あ、焼くんですか。そうですね、ちょっと焼いてほしいものがありまして、なるほど。うわ、すごっ。ここに行くと脳天がちょっと筋がありますので、ちょっと軽く炙っていただいて、お塩で召し上がることをお勧めしています。わかりました。見て、5種盛り来た。左から大トロ、大トロ、ホホ肉、中トロ、脳天、キハダ。何からいきますか。ほほ肉。おお、ほほ肉、炙りやつ。めっちゃでかいよ、すごっ。炙りすぎないように気をつけてね。おお、いい加減に焼けてきた。ちょ、社長さん、社長さん、お酒見て。もう半分なくなってるよ。そうだね。レモンサワー半分なくなってるよ。まだ一口も食べてないよ。今日は多分いつも通りベロベロになるでしょう。いつも通りよりベロベロになるかもしれないよ。じゃあこれを。出来上がりました。ほほ肉、塩でちょんちょん。ちょんちょんつけて。一口でボリュームでかすぎて。あ、美味しかった。早速レモンサワーでごくごくいっております。あー、レモンサワーに合うマグロが。さっぱりしてるもんね、うん、社長が真剣にレモンを潰しております。もうこう見ると居酒屋にいる普通の親父です。これもうほとんどないよ。いや、そうだよ、もう半分以上飲み干したよ。これもう一個注文していい？何杯いくんだろうね、本当に。続いて中トロです。中トロとわさび、醤油。もうとろけたね。もうとろけが口の中でとろけたら私もとろけるよ。もうこんなマグロドイツにないわ。ない、もう全くない。ドイツにマグロって食べれるの？ちなみに、あの、食べる習慣がなくて、お寿司とかでマグロ注文できるけど、私はドイツに住んだ時にマグロがまずいと思ってたよ。あ、そうなの。ドイツのにあるマグロ全部非常に魚臭い。あー、生臭いんだ。もう本当に美味しくない。じゃあ日本に来るまではマグロはまずいものだと思ってた。まずいものだと思ってて、日本に来てから食べたらびっくりした。180度変わったイメージが。こんなに美味しいのって。あ、そうなの。これも焼いてくださいって言われたから。うわ、めっちゃいい音する。え、2個焼いてくれた。あ、俺の分も焼いてくれてる。ありがとう。私は2つを食べるかと思った。ちなみにこれは何だった脳天か。脳天って何。え、脳みそ。ブレイン。ブレイン、なんでブレインがそんなに。油がいいんじゃない。え、なんか塩タンみたい。できましたね、社長さん。すっごい美味しそうだね、これ。ほんとツヤツヤだね。あく、うわ、かっ、うん、うん、
そんなうまい？いやもう こんな、なんか食べたことないよ。日本でもなんかお寿司とか刺身しか食べたことないから、これすっごいおいしい。日本人天才。脳天うまっ。社長さんが豪快に早くね。これまだ残ってますよ、社長さん。え、皆さん知ってます？俺の飲むスピードめちゃめちゃ速いの知ってます？これを上回ってきたよ。これすっごいあのマグロに合うよ。これもう一個欲しいかも。これ脳天のわら焼き。さっき脳天食べたでしょ。わら焼きだって絶対わらの香りうまいじゃん。今わらで焼きたてだからね。うわ、すだちを絞って、で塩で食べる。ドイツにもすだちってあるのかな、こういう香り付けに。いや、ないんじゃない。あんま聞いたことないよ。ネギ塩でちょんちょん。抜群じゃん、こんなの。うん、もう油が完璧。脳天ってこんなうまいんだね。Yes。 日本人の俺でもあんま食べたことなかったもん、マグロの脳天なんて。すだちの酸っぱさと塩辛さとネギのシャキシャキの、もうこれマグロの大ファンになりました。すごいことになってるよ。飲みました。終わりました。終わりましたね。おかわりください。何飲みますか。社長さん、はい、追いつきましたよ。次はこれ、木肌は何かわからないけど、後ろに書いてあるけど、何が、あの何がどこにあるか。あ、本当だ。でもこれは何か書いてないよ。木肌、あ、木肌って何、これもわかりません。でも赤身に見える。コメント欄で教えてください、マグロに詳しい方。赤身に見える。どの部位でしょうか。マグロそんな美味しいんだ。うまいでございますか。信じられないぐらいうまい。よかったね、日本に来て。ドイツにいたらね、もうマグロはまずいのままだと思う。そうだよ、もったいないよ、人生。そうだよね。社長さん、社長さん、お酒来ました。お酒が来ましたよ、はい、社長はモヒートです。はい、ちょっとおしゃれっぽい女子みたいな飲み物頼みました、ね、そうだね、そうだね。本当は親父なのに。うん、あ、甘くて美味しい。くー、うん、これうまっ。これ10個ぐらい飲めそう。おすごい、はい、ドドンとシラス。そう、生シラス。私は愛知県民なので、あの愛知県といったらシラスみたいなところあるからね。で、生でも食べれるし、これちょっと湯がいて、これ面白いね。わ、生姜入れて、シラスさんを。シラスとわかめとネギと、ね、絶対うまいな。うわ、これ絶対に美味しいよね。うん、だからさ、か珍しいんじゃない？外国人でさ、生シラス食べれる人珍しいんじゃない？うん、そう、私のツアーのゲストとかが目が見えるから全体的に食べるのがなんかすごい嫌だという人がいるよ。い, よね、いやでもこれなんか非常に美味しいよ。ねね、昔から好きだもんね、生シラスは。そう、鎌倉とかで、そうだ、有名でしょ。鎌倉でも有名だ。うん、美味しい。美味しいございますか？美味しいございます。ちょっと湯がいてみる？うん、シラスをちょっとだけ入れて。あ、すごい。うわ、色変わった。うわ、うまそう。これはこれでめちゃくちゃうまそう。全然違うじゃんね。うん、全然違う。どっちが美味しい？生の方が美味しいと言いたいけど、茹でたやつは食べたことあるけど、大体はなんか茹でてから10分とか、ね、ちょっと時間経つでしょ。すぐにあったかいままで食べるのめっちゃ美味しいよ。あ、シラスしゃぶしゃぶ専門店出す。あ、そう、そうしよう。はい、もう2杯目行こうとしてます。あは、うん、はい。私にくれるかと思いきや2杯目も行きました。皆さんもちょっと期待したよね、中にあげるのかなと思ったけど、もちろん自分で食べました。モヒートも順調に飲み進んでおります。おいしい。はい、いいよ、残りこれ食べていいよ、はい、自分でやるわ。食べろ、喧嘩うっとんけ。食べろこれ、喧嘩うっとんけ。私の残り物を嬉しく嬉しく食べて。喧嘩うっとんけ。はい、ペロリと行きました。うん、うん、生もめっちゃ美味しいけど、これもめっちゃ美味しいよ。マジうまかったわ。シラスしゃぶしゃぶ初めてしたけど、ね、初めてめっちゃうまい、うん、はい、それ私のですよ。じゃあとうとう本番ですよ。お、忘れてなかった。忘れてたら俺が食べちゃうかなと思ったんだけど。No, no, no. じゃあいただきます。うーん、とろける。眉毛をピョーンって上がった今ね。うん、もうやっぱりこれが一番高いというのはよくわかる。え、どっちがうまかった？大トロか中トロ？どっちも美味しい。全部美味しい。決められません。決められません。
でも大トロはどっちも、もう涙が出るぐらい涙が出てきた。あー美味しい、あー幸せ、うまいマグロ食ってくれた、感動して泣く外国人日本に住めてよかったよかったな、本当にマグロに、あの美味しいマグロに出会えてよかった本当に涙あー美味しい、マグロも幸せじゃない、こんだけ美味しく食べてもらえたら。あ、よかった。ちょっと意外なものを注文したよ、これ。うわ、何これ。あの、日本っぽくないけど、マグロとエビの春巻き。春巻きはなんかベトナム料理とか、そんな感じでしょ。生春巻きだね。あ、そう。でかっ、口どんどんでかなってますね、社長さん。なんか日本料理っぽくない、でも美味しい。あ、まあ確かにね、東南アジア系だよね、生春巻きってね、イメージ、あ、それレモンサワー、それ俺のなんよ豪快に飲み放題してる。ちょ、やめてやめてすごいな、一気し始めたやん、この社長。お、なくなっちゃった怖っ、ごめんね。レモンサワー、あー、さっぱり。これ半分以上レナ飲んだからねノー、これ自分のやつよ、飲んでるよ。自分のモヒートあるくせに飲んでるよ。モヒートも半分以上飲んでるからね。モヒート、あの、すごい甘くて美味しいけど、もう酔っ払ってませんか。ベロベロになってませんか。ベロベロになってる。マグロはこれの方、あの、タカのもの本当に飲んだからね。もうない、ないよ、すげーよ、本当にないよ。もう一個、あの、二人のものを注文しよう。ダメだ、二人の、どんどん酒が強なっとる。二人のベロベロマンです。あのマグロサワーじゃなくて、マグロサワー、マグロサワー、何やそれ。あんま美味しそうじゃないよ、マグロサワー、さすがに。それやめましょうね。マグロサワー、レモンサワー、レモンサワー、もう一個注文しよう。はい、ベロベロでございます。仕上がってきました、はてさん。ありがとう。俺のレモン、ありがとう。喧嘩になっちゃうよ。何やこれ。怖この人。人のレモンサワーまた飲んでた。怖この人。美味しいですか。いや、ここのレモンサワーなんかすっごい飲みやすいよ。さっぱりしてめちゃめちゃ飲みやすいよね。いや、それとあんまりなんか認識してなかったけど、レモンサワーがすごいマグロに合う。マグロの脂とレモンサワーがめちゃくちゃ合うね。うん、なんか日本酒のイメージがあるじゃない。マグロと刺身と日本酒って合うもん ね。レモンサワーすっごい合う。レモンサワー最高やね。なんかブツ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 レナシとか言ってますけど、どうしました。いや、ちょっと酔っ払ったなっていう。酔っ払ってきました。さすがにコーヒーと1杯飲んで、メガレモンサワー2杯飲んで、で3杯目のタカの半分飲んだかもしれない。半分以上多分飲みますので、ぐでんぐでんのデロデロになりますよ、この動画最後まで見てたら。ちなみに歩けなくなったら私は置いてきますので、あの、担いであげないからね。は？最近レナ食べ過ぎてね、俺の腰が砕く。オブじゃなくて抱っこしてくれ。俺の腰が砕けるよ。だんだん成長してますので、レナさん体重も。レナが成長してるけど、タカが筋肉ムキムキだけで、ね。はい。こちらが来ましたお寿司です。ちなみにこれ面白いメニュー見つけて、ロシアンルーレットでこの4つのどっかにわさびがめっちゃ大量に入ってるっていう、あの、面白ネタ。あんま見ないでください。チェックしないでください。ではでは、じゃあお互いに1個ずつ食べていこうか。そうだね、同じタイミングで。レナ社長はどれ選びます？これ。本当にこれでいいの？大丈夫？残念ながら。じゃあ俺これ食べよう。はい。オッケー。はい、はい、はい。ではでは。はい。いただきます。はい。レナ社長と。うん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 。おかしい。うま。うん。あ、マグロうま。大丈夫。大丈夫ですか。俺も大丈夫です。じゃあどっちかだ。どっちかに入ってる。どっちが勝つでしょうか。これめっちゃ美味しいね。めっちゃ美味しいよ。でもでかすぎよ。あの、一口がすっごいパパ。口の中にいっぱいに広がる。ということで、次は私はこっち行きます。こっち行く？レナがこっち。はい、オッケー。本当にそっちですか？タカが決めたからいいよ。はい、はい、ではでは、はい、一緒にちょんちょんちょん。はい、いただきます。怖い。今怖くなってきたよ。どうだどうだどうだ。めんめんめん。お茶の桃も今大ラフトしてるよ。バチが当たったね。人のものばっかりいつも食べてるから。もだえております。もだえ苦しんでおります。大丈夫ですか、社長さん。みんなお茶の間でガッツポーズしてるよ、今。
死にそうになったよ。ロシアンルーレット楽しいね。大丈夫ですか。俺めちゃくちゃうまかったよ。おめでとうございます。そんないっぱい入ってた。食べた瞬間分かった。もうほぼ緑だよ。ほぼ緑だよ。モヒートで口直ししてる。でももうないから。もう飲み切りましたね。タカのレモンサワーで口直し。もうそれさ、レナしか飲んでないのよ。俺まだ飲んでないからね。もう半分飲んだ。そう。こいつやばいぞ。レナと来ました。うん、カタラーナがここで。たくさん飲んでます。炙ってくれる。カタラーナとプリン。はい、ありがとうございます。炙ってくれるって。いいな。うわ、うまそう。はい、ちゃっかりと2つ。2つカタラーナ。カタラーナってうまいよね。これめっちゃ美味しい。冷たいし。はい、ということでカタラーナ。あのちゃんと完食しました。はい、プリン持ってます。プリンもあります。もう食べれますね。あんなマグロいっぱい食べて。最後の最後の最後にプリンがあります。すごいよ、食欲が。めっちゃ美味しい。そうだね、食欲と酒の強さが半端ないやん。やっぱりデザートが一番だよ。デザートうまいですか。とろけるよ。え、あ、食べきりました。完食しました。こっちゃんです。本当にお相撲さんに見えてきましたよ、皆さん。マグロセンターめっちゃ美味しい。うまかったな、マグロ。もう本当に今日人生初でいろんなマグロの食べ方をして、マグロの全部が美味しいということが分かった。恒例のお会計のお時間がやってきました。負けた方、勝った方。負けた方が払おう。よし、レナが酔っ払ってるよ。レナが酔っ払う時はあれを出します。これは一発で勝ちます。オッケー。最初はグッジャンケンポン。一発じゃなかったね。はい、こうでしょ。はい、こうでしょ。あ、負けた。くそ。今日一テンション高い。それはそうだね。お会計払わなくていいのが一番嬉しいもんな。そうだよー。ドキちゃんでーす。ドキちゃん。これのおごりになりました。ごちそうさまでした。払ってくれてありがとうございます。おいしかったですね、シャーちゃん。ちなみに見て、これ入り口にさ、マグロ釣ってる。マグロちゃん、ありがとう。おいしかったよ。めっちゃうまかったね。はい、今日は本当にザ・日本の食べ物マグロにすごい感動しました。俺すら感動したもん。日本人の俺ですらめちゃくちゃうまかった。はい、というわけでこの動画はここで終わりにします。皆さんのマグロのこれこれを食べた方がいいよという、なんか、うん、あれば教えてください。あと皆さん、レナがロシアンルーレット最高だったっていう人はコメントで最高でしたと書いてください。すっごい頑張ったので。ということで、また次の動画でも会いましょう。バイバーイ。